こんにちは。アマゾンエッスサポーター、堀秀夫です。今日はいよいよ始まる令和。その令和に日本中を待ち受ける3つのリスク。まあ、これについてお話しします。3つのリスクと。どういう対策を取ればいいか。まず一つ目。不景気の悪化。不景気が悪化するのかと。まあ、ますます悪化するでしょうね。まあ、人口減少により日本では 稼ぎにくくなります。二つ目、年金制度が変わりました。年金は崩壊しませんが、当てにもなりません。これ崩壊とか言われてたんですけど、ねえー、調べてみたら、もういつの間にか自分が積み立てたお金を受け取る制度から、集金したお金を分配する仕組みに変わっていました、ね。だから入ってきたお金を分配するだけですから、崩壊のしようがないと。 まあただそれとね、えー、役立つかどうかは別問題。まあ、別問題っていうかね、例えば3人の人が働いて、まあ、そこからね、えー、非効率な、えー、運営をしてる、えー、年金支給の、えー、大元の経費を引いて、で、さらに、えー、10人の人に分配すると。ね。まあ、経費が3割としましょうか。ね、えー、まあ、わかりやすく、え、1万円、1人1万円としましょう。 一人三万円、ね、働いている人が一人三万円、あ一人一万円を支給する、支給するというか負担する。そうすると三人で三万円の年金の原資ができると。まあそこから三割の経費、九、え、千、ー、を引いて二万一千が残る。その二万一千を、十人の老人が分けると。ね、一人二千百円。まあどうでしょうね、一人二千百円の費用で何ができるかと。まあでも、これがますますね、割合的には悪化していくのが年金制度。 すごいですね。形ばかりは制度として崩壊しないで残しましたけど、全く生活の足しにはならない制度になりました。そして三つ目、インフレ、ねえー。貯金や個人年金の価値が激減すると。まあ、なんでインフレになるかということなんですけど、まあ、政府の膨大な、えー、借金の解決策はインフレか踏み倒ししかありません。まあ、これはもう歴史を見ればね、他の解決策を取れた国は一つも存在しません。 そして今、ハイパーインフレがやってくると言ってる、えー、著名人。まあ、投資家、ジム・ロジャース。それからね、えサーカミファンドのサーカミさん。え為、ー、替のディーラーであった、えー、今、政治家の藤巻ジャパンの藤巻さん。ね、でもね、この、この人たちの、この、その、 視聴をね、えー、シェアしたフェイスブックとか、えー、ブログなんかにはもうコメントでびっしり否定的なね、コメントが並んでます。まあ、そんなのバカげてるとかね、えー、藤巻さんに至っては、なんでインフレ来るって言ってる奴が贅沢してるんだみたいなねえ、なんか論調になってないなと。インフレになって大変だって言うんならね、思、え、想、ー、の生活して金貯めろと。いやいや、それ別問題じゃないかなと思うんですけど、そういうヒステリーみたいな話も含めても認めようと、えー、しないと。 でまあ、じゃあ、著名人も弱いなら、まあ、歴史を見ればどうかなということなんですけど、まあ、日本のインフレの歴史です。元、ね、禄、えー、のインフレーション、OA のインフレーション、えー、原文のインフレーション、幕末のインフレーション、徳川時代だけで4回ひど、えー、いインフレがあります。それから戦後、ね、敗戦によってインフレになりました。これが日本銀行の調査によれば、 1934年から1936年の物価、えー、すなわち改戦前の物価を1とした場合、1954年、えー、終戦後9年後の、えー、物価は301.8と、まあ、つまり18年で物価が約300倍となりました。まあ、これが、えー、戦後のインフレです。まあ、それから、狂乱物価のインフレーション。ねえー、1973年に15.6%。1974年に31.4%。 これ、それぞれ1年間で上がった物価です。まあ、物価上がりましたんでね、えー、大変だと思いきや、ただこの時はね、春闘で賃上げもしてます。だから、えー、春闘で賃上げで1973年で20%、1974年で33%。物価は上がったけど、給料も上がったと。すなわち、行ってこいでチャラ、えー。この時は良かったですね。今こんなこと起こったらどうでしょうね。物価上がっただけ賃金上げられるかと。 まあ、ちょっと望み薄ですね。で、この時の狂乱物価のインフレーションは、原因はオイルショックです。インフレ来ないよと。インフレ来るわけない。じゃあ、インフレが来なかったらどうなるか。インフレ以外に借金を解決する方法は踏み倒しです。で、借金踏み倒しの歴史。ね。もうこれあの、鎌倉時代とかね、えー、現部の特性例とか。 まあ、あるいはね、えー、代替わりをした時にもう特性例を出すとか、えー、戦争に勝ったから、えー、特性例を出すとか、基金だから特性例を出すとか、えー、戦争に勝ったから、えー、特性例を出すとか、まあ、かなり、えー、この踏み倒しは頻繁に行われてました。ただね、国っていう制度になってから踏み倒しはしにくいんで、まあ、インフレで解決されてきたっていうのが、まあ、えー、最近の歴史かなという感じですね。で、まあ、えー そんな変なことばっかり言ってんじゃないと。ね。えー、来るか来ないか。ね。そんなお前言ってたら縁起でもないみたいな感じなんですけど。まあじゃあ、ハイパーインフレも踏み倒しもないかもしれません。しかし、現状でも苦しい状況は続きます。いや、現状維持は非常に困難な状況になってます。ねえー、日本人には我慢と努力が必要と。まあ、今年年明けから 株式暴落してね、急速の円高も進んだという波乱含みのスタート、ねえー。株も円高も持ち直してますけど、まあ、いずれにしろ、えー、このインフレ、えー、あ,あるいは、えー、まあ、踏み倒しはちょっとね、可能性として低いかなと思うんですけど、インフレはどうも避けられそうもないと。で、インフレが起こるとやってくるのは、えー、円安です、ね。日本円が弱くなるわけですから円安です。で、これね、えー、その、昔、 イギリスポンドは1ポンド1000円を超えてたと。今現在140円ぐらいですけど、1ポンド1000円を超えてたと。これ昔って大昔ではないです。私が子供の頃はイギリスポンドって1000円を超えてました。ただ、アメリカが力をつけたために相対的にイギリスが弱くなって、為替が弱くなって現在はね、1ポンド140円ぐらい、138円。で、これを ま、今後、じゃあ、あの、インフレが起こったり、円安になって、ま、インフレが起こったり、円安になったりっていうことじゃなくて、インフレによって円安に触れるっていうのが、ま、現実的に一番起こりやすいシナリオなんですけど、ま、そうなった時何が起こるかというと、例えば、今1ドル108円の為替相場が1ドル800円以上になるということですね。そうなると、今まで100グラム108円だった牛肉が、100グラム800円以上になるということです。え、もう、 普通の安い牛肉の細切れが、えー、高級和牛の値段になっちゃうってことですね。まあ輸入されたものは全て高級品になります。これはね、昔そうでした。私は子供の頃はそうでした。ねえー、スコッチウイスキーは非常に高かったし、フラン,デーのフランスのブランデーも、えー、ワインも高かった、ねえー。なんで子供でそんなもん知ってんだって感じなんですけどね。まあ父親は酒好きでよく買ってきて飲んでたんでね。 高えねと、俺のおもちゃより高いじゃんというような、ね、感覚でよく覚えています、もといこのインフレ、円安、ね、これは人口が減っているという現実を考えると、長期で考えれば必ず起こることです、なぜなら、人口が増えて景気が良くなって税収が良くなるんであれば、この借金問題、片づきますけど、そうじゃなくて人口減ってね、不景気が続くのに、借金問題はもうインフレか踏み倒ししか解決しようがないということなんですね。 まあそんな日本人、まあこれからの日本人には外貨を稼ぐ能力が必要です。まあ国内がインフレすごくなるんだったらね、外貨稼げなかったら相当悲惨なことになります。外貨を稼ぐ能力のない日本人にはかないかなり厳しい未来が待っていると。未来の、来年の予測ではありませんが、今後10年以内にはこの傾向ははっきりしてきます。残念ながら、これは予測というより必然で避けられそうもない未来です。 日本に住んでるなら、オーストラリアアマゾンに参加して稼がないと損です。なぜ、輸出で稼ぐスキルが必要なのか。長生きリスク。これからの日本では、本業の収入だけに頼っていると困ったことになるかもしれません。年を追うごとに厳しくなる生活。もう今や日本の最大のリスクは長生きリスクと。ひどい時代になったもんです。 こんなことになるなら長生きなんかするんじゃなかった。あるいは普通のサラリーマンだったら私は定年からたった10年で破産したと。この老後破産の原因、老後破産5つの原因。家族の病気、妻の病をきっかけに、本人の病気、本人が認知症を発症、家族のアクシデント、息子が起こした交通事故、家族のビジネスの失敗、息子の会社が倒産。 本人のビジネスの失敗。フランチャイズビジネスに参加して借金だけは残った。何しろ。ありがち。ね。足りないから増やそうと思ってドツボにはまるとかね。まあ、長生きするから病気になっちゃうとか。ありがちって、これ、どれも全部避けるってこと自体が、もう実は難しい事態になってます。そして、まあよ、貯金で宅配用という場合もね、えー、実は危険な貯金という解決法。 貯金は家族の争いのもとです。まあ、自分の自宅の売却を許してもらえない親。ね、親がこう自宅を売却して、まあ、好きなことをして残ったお金で老人ホームに入りたいと。まあ、そういうね、売却案件を何件かやったことありますけど、勝手に売るなと、子供がね、俺たちのものになるんだろうみたいな話を、ね、何度も見ました。いや なかなか悲しい出来事だねという気がしましたね。それから、インフレが起こったらみるみる目減りします。貯金はみるみる目減りします。まあ、先ほど言ったね、自分ロジャースは、金融緩和の行き先はハイパーインフレしかないと警鐘を鳴らしてます。そして、お金があれば税務署は必ずやってきます。これあの、ちゃんと納税してればね、もう取られないみたいに、えー、めでたいことを考えてる人いますけど、 足りなくなってくるゃ、あるところから取るのは当たり前なんでね。今はあの死んだ時にもう一回消費税取りましょうとかね。えー、貯金残して死んだ人はお金使わないで、えー、世の中の役に立ってないからえ貯蓄税を取りましょうとかいう話も出てきてます。話が出たということは、実現に向けて努力している人たちがいますし、えー、まあ、実現される可能性があるということです。そして、 貯金うんぬんではなく、この貧しい老人ばかりが増える負の連鎖。低所得で独身の30代が増えてます。で低所得同士で結婚すると厳しい生活が確定しますんで、もう今や、ね、ほぼ結婚しないという選択肢が、えー、主流になっている。少子高齢化、ね、解決の糸口は全く見えません。まあ、そんな状況の中、政府も副業用人に方針転換しました。これはもう、 年金がもうその老後の生活を担保する制度ではなくなりましたし、まあ景気もますます悪化するし、人件費上げられない。じゃあもう副業をやってもらって自己責任で完結しようという形になってます。まあそして令和、ね。和を命ずる。まあそういう意味かどうかはわかりませんけどね。まあこの絆で乗り切れというような形です。 そんなわけで、日本はかなり厳しい状態。話していても声のトーンがかなり下がってしまいますが、まあ、ただ、日本市場だけで収益を上げるのは無理。輸出をしなければ生き残れない。輸出をしている企業は調子がいいです。海外を中心に、えー、事業を開しているユニクロ、ね、島村、えー、国内市場で、えー、勝負しています。 勝負してますけど、勝ち目がないんで、え業績悪いです。ユニクロは好調です。一方同じ100円ショップでね、えダイソーとダイソー以外の100円ショップ。ダイソー、ダイソーは好調です。なぜならダイソーは、えインバウンドを狙ってて、ね、同じえ100円ショップなんですけど、ダイソーの商品は、ほぼほぼ説明書に英語が入ってる。場合によっては、え韓国語が入ってる。 中古が入ってるというのがあります。なぜなら、日本市場で売って儲けようというビジネスモデルではないからです。また、ね、日本の時価総額トップ10はインフラ企業という質企業と、ね、内需型の企業で業績のいい会社はない。日本で稼ぐという戦略は不利。日本,日本だけで戦いましょうというのはもう不利なわけですね。 大企業でできないわけですから、個人レベルでどうにかなるわけがないと。つまり、個人は輸出ビジネスに取り組まなければ稼げないです。下りエスカレーターに乗っていることに気がつかないと、悲劇に見舞われます。人口が減って老人ばかりになっていく日本も、下りエスカレーターであることは疑い余地がないです。日本人を相手に儲けようというのは難しい選択。まずは、日本に住んで、 住んでも、えー、手軽に試せる海外輸出を始めるのがいいです。今の時代に日本に住んでることに感謝。ここで日本に住んでるあなたに同胞です。え、何？日本はひどいんじゃないのってことなんですけど、逆にそのひどさが強みになるのが輸出ビジネスです。そして、手軽に輸出ビジネスに取り組めるアマゾンがあります。世界最強のネットショップで、今も伸び盛りです。しかも、 物販未開の地オーストラリアアマゾンが始まったばかりです。日本製品は世界中で高く売れます。日本製品には日本メーカーが中国などで作った製品も含みます。アマゾン室は簡単です。仕入れたものを販売して儲かったものを売り続けるだけです。初心者でも稼げるようにアマゾン室チャットワークサポートを提供しています。回数無制限のチャットワークスポト サポート付きオーストラリアアマゾン輸出マニュアルまこれ Amazon 出試す。最初の投資額はいくらかこれ29万円です。まず、今回募集しているチャットワークサポートのマニュアル費用が9万円、これで1ヶ月のサポートがついてます。2ヶ月目以降は月額1万6000円でサポートを継続していただくことが可能です。それから、仕入れ資金20万円ほどあれば十分です。 この合計が29万9000ですね。サポート費用が9万9000と仕入れ式20万円の合計が29万9000円です。つまり、あなたが負うべきリスクはボーナス1回分の費用。リターンは一生ものの自分で稼ぐ力です。節約してボーナスを毎年貯金して3000万円貯めてもちょっとしたアクシデントでなくなる。一方、身につけたスキルはアクシデントの時こそ使えます。